ビリー・シーン、ビリー・シーン、ビリー・シーハン、1953年3月19日隊は、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ソングライター、ベーシスト、ハードロックバンド、ミスター・ビッグのメンバー。高い技術を兼ね備え、業界でも実力上位に評価されているベーシストの第一人者。ロックシーンにおけるベースヒーローの一人とされている。 日本語表記について、古くはビリー・シーハンと表記するメディアもあり、本人はビリー・シーアンと発音。幼少期、ジミ・ヘンドリックスの生前のステージを生で見る機会に恵まれたことから音楽の道を志す。ベースを手にしたきっかけは、ヤードバーズのベーシスト、ポール・サミュエル・スミスと自宅の近所に住んでいたジョー・ハッシーというベーシストからの影響であると語っている。 タラス、ミスタービッグ、ナイアシンなどのバンドに在籍し、数々の作品を残している。またデイビッド・リー・ロスや、スティーブ・バイ、ビーズ、松本隆弘のレコーディングやライブへの参加、友人でもある、超絶技巧を有するドラマーテリー・ボジオとのアルバム発表も話題になった。また一時的にではあるが、UFO のツアーに参加したこともある。近年でもソロアルバムを発表するなど、 50歳を超えても、なお精力的に活動中。2006年には、新しい教則本と DVD も発売し、スティーブ・バイトのライブなどにも参加している。2010年には、エディ・ジョブソンのザ・ウルティメイト・ゼロプロジェクトのメンバーとして、来日公演を行っている。2012年には、リッチー・コッツェン、マイク・ポートノイトのトリオ編成による、バンド、 ザワイナリードックスを結成。2013年にアルバムザワイナリードックスでデビュー。7月には初来日公演を行われた。1971年からサイエントロジーの信奉者であるが他の宗教にも敬意を払っており積極的な勧誘は行っていない。もし自分が何を信仰しているかに興味のある人がいたら少しだけだけどぜひとも教えてあげるよ。 でも、自分の宗教は、自分で見つけるのが肝心だと、インタビューで語っている。プレースタイルは、ティム・ボガートからの影響が強く、彼を、フェイバリット・ベーシストとしているほどである。フィンガー・ピッキングを多用し、ピック双方を用いることは、ほとんどない。ストラップを短くしているため、演奏時はベースを胸、ね、または、溝落ちのあたりという高位置で演奏している。本人曰く。 椅子座って弾いている位置で弾いているとのこと。そのため腕は伸ばさず、肘をくの字に曲げながら演奏している。スリーフィンガーピッキングとライトハンド奏法を駆使した即引きはファンに強烈なインパクトを与えた。スリーフィンガーピッキングを始めた理由はアートロックバンドバニラ、ハッチのレコードでのティム・ボガートのプレイを聞き、ビリーがティムのピッキングの速さはきっと三本のを使っているんだ。 と思い込んだからであるが、実際はティムは、スリーフィンガーピッキングではなく、レイキング奏法で演奏していた。ティムは、ビリーを、僕のプレイに影響されたとビリーが言ってくれるのは、本当に光栄だ。ビリーは、その影響をうまく消化して、自分自身のスタイルを、きちんと確立していると思うよ。ビリーのプレイは、確実に、ビリー自身のものだね。と評価している。ライブでのベースソロでは、 ベンディングも多様し、スリーフィンガーピッキングに飽き足らず、人差し指、中指、薬指に小指を加えた、フォーフィンガーピッキングも披露する。また、ミスターウィックにおけるポール・ギルバートのギターとのドリルピッキングの掛け合いも彼を語る上で欠かせない。ドリルピッキングを用いるベーシストは数少なく希少な存在である。一方で、スラップ奏法はあまり得意ではないらしく。 本人も僕が若い頃は白人は親指テクニックは必要とされなかったんだと語っている。しかし最近は自身が出演しているビデオなどでスラッピングを披露していたり、ナイアシンの楽曲であるスラップットシリーでも要所要所でスラッピングを見せ、特にイントロではハモンドオルガンの音色と絡めた高度なスラッピングフレーズを披露するなどスラップ双方の技術も上達していると言える。 5弦ベースや6弦ベースも所有はしているが、ステージでそれらの楽器を使うことはない。また、ソロアルバムではバリトンギターを披露しており、重心の低い独特のアンサンブルを聴かせていい。また、ステージではダブルネックベースを演奏することもあり、ポール・ギルバートとの掛け合いで、視覚的効果に富んだステージングを披露している。独特のプレイスタイルを早くから確立していた彼ゆえ、機材にも、 独特のスタイルがある。ハイスクールの頃に入手したフェンダープレシジョンベースにギブソンの EB-0 のフロントピックアップをウーファーピックアップとして取り付け低音域を確保し元々のピックアップをツイーターアンプ側でさらに2系統に分岐させクリーンアウトとディストーションアウトを派生させているとして使用するステレオ出力に改造したものをデビュー時から長らく使用していた。 通称、WIFE。フロントピックアップにハイカットスイッチ、ボリュームポット、トーンポット。リアピックアップにボリュームポットとトーンポットをそれぞれ備える。リアのトーンポットは後に撤去される。改造はそれだけでなく、4弦のペグに、レバー操作で瞬時にチューニングを1音下ることができる。ヒップシャット射精のエクステンダーキーが取り付けられているほか、ネックはテレキャスターベースのものに交換され、 ティム・ボガートの影響と言われている1、2ゲーの最終4フレット分の指板にスキャロップ加工が施されている。もともとはサンバーストフィニッシュであったが、オリジナルの塗装はほとんど残っていない。これがその後の彼の使用するベースの基本となる。その後ヤマハと契約し、PB3000RBX のカスタムメイドの使用を経て、いよいよメインベースの地位を確立した。 アティチュードが登場する。ディマルセオ製の特製ピックアップに、ステレオ出力、フロントピックアップの広域カットスイッチ、そして、かなり太く分厚い、ネックグリップ、高音源の部分スキャロップ加工と、ビリーのこだわりを完璧に具現化したものとなっている。このアティチュードには、彼だけのものとして、指板に LED を埋め込んだもの、8弦のもの、スイッチを切り替えて、 ピッコロベースとなる高音だけ出力できるダブルネックのものが存在する。一方で僕の求めるトームをビギナーにも幅広く楽しんでほしいという彼の願いを具体化したモデルが2009年にヤマハからリリースされた。このベースは本人の監修のもとインドネシア工場で製造される。また市販されているアティチュードはビリーーからの契約条件として 市販されるモデルは文がステージで使用するものと全く同じものであることという条件の下で製造されるため市販されるモデルは基本的にビリー本人がステージで使用するものと寸分の違いもないものとなってい現在市販されているモデルはフロントピックアップがディマルツィオのものからヤマハのオリジナルウーファーピックアップに変更されボディとネックのジョイントが新しく開発された特殊な ジョント方式に変更されたほか、ヤマハが独自に開発したボディとネックの振動伝達性を高める ART という加工が施されている。ゲはロットサウンド製のビリーシーンモデルを使用。ベースがステレオアウトプットである上に様々なプリアンプ、パワーアンプ、イコライザー等を介しているため、システム自体がかなり巨大なものになっている。アマチュアでこれを再現するのは 不可能に近いと言われているが、ビリーはこのシステムをフル活用してバンドサウンドの中でも決して渦もれることのない太くてパワフルな広がりのあるトーンを得ている。アンプはアンペグを使用していたが2010年頃からアンペグが生産拠点をアメリカから東南アジアに移したことでメーカーとの関係がうまく行なくなったためハートキーのアンプを使用し始め現在同社と契約している。 それに合わせ、システム自体も若干のコンパクト化が図られている。テリー・ボジオビリーシーン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。